はい、すいません、皆さん。ちゃんと。はい。サムネ撮れたかな？サムネちゃんとなってるかな？ちょっとね、サムネイルがうまく機能してなかったんで、多分これでできたと思うんだけど、自分で確認してみよう。すごい。多分サムネできたかな？多分できたと思うんですけど。あ、できた。できてますね。じゃあ映ってね。うん。コメント。いやなんかこ、どうしようか、どうしようか。じゃあ、そっち映すかな。こっち映すの。そうだから変えて、ここピッと押して。あ、外カメ？そうそう。あれ、ちょっと待って。あ、できた。これで慎吾さん映る？うん。ねえねえ、なんか違くない？みんな R さん来たよって、ミミちゃんいらっしゃい。何この隙間。え、何が違う？隙間から。隙間って何？鏡に R さん映ってた。あれ、なんか映ってなくない？なんでこれ。あ、これだ、これだ、これ。あ、これか、うん、天国の時間だな、羨ましい。あ、ちなみに俺自分のスマホでコメント見てます。自爆やらないんですか？あー、だもうちょいとりあえず集まったら一回やって導こうか。うん。あ、プーちゃん久しぶり。これやってもあまり意味ないね、ライト。そう、温泉いいなんて、ありがとう。そのスマホケースはどうなの？ね、変だよね。どうして、もう枠取っちゃうか、じゃあ俺。あ、いいんじゃない。じゃあ、まあ俺15分か20分ぐらいって、ね、泣かせよ、そっち。ニヤニヤが止まらないし。いや、止まんないよ、それは。なんかお似合いだよって、ありがとう。やったお似合いって言われたよ。光なくなったら老けた。え、じゃあ光ある方にいた方がいいじゃない。そっちにいた方が漏れるらしいよ、うん、あ、俺が。そう。そんな。あ、ありがとう。あの花火すごい来た。え、なにこれ、なんだっけ。なになに、大きい花火。あ、大花火じゃん。やった、ありがとう。来た。え、やって、あのえ、いいよ。すごい、くれないもんじゃさんだよ。恥ずかしいよ。え、じゃあやんなくていい。やら、一緒にやるじゃん。やだ、やだ。なんでさ、なんで、あれ、絶対やだ、やだ、やだ、恥ずかしい。一緒にやるよ、じゃあ。恥ずかしいです。だって俺、人がいる前で恥ずかしいです。今日特別だよ、じゃあ。うん。今日、R さんと一緒に来れたから特別だよ、今日は。うん。恥ずかしいな。恥ずかしい。やらなくていいよ、ミュートにするから、どうせ。お前がアラフド、石油王、ウィンザス、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーバル、アーダス。そんな、そんなさ、やれって言ってないけど、結構ね、楽しそうにやって。一緒にやろうは笑った。ちょっと恥ずかしいからね、60% ぐらいの仕掛けがない。あれ、これ取れた。テレ信号。あれ、なんでこれ取れちゃったの。あ、取れた。ある、股間しか映して、いや、顔映してるよ、ほら。え、てか、めっちゃ逆光で映ってないじゃん。あ、映ってないか。うん、じゃあちょっと場所移動するね。うん。じゃあ俺もちょっと一回枠取るか。うん。そう、慎吾優しい、優しいですよ。くたばれリモコン。アールさん襲われないで大丈夫。で、ここね、これあるじゃん、これゴミ箱。いや、ちょっと、これ俺の荷物だよ。これゴミ箱。ゴミは俺だから。でも俺、R さんが出したゴミだったら俺、うん、ゴミじゃなくなるかね。なんか言ってますよ。ストーカーの発言が言ってます。あ、しまった、もう一個の子が車の中だ。どうしよう、待って。え、でも私使ってないからいいよ。あ、そっかそっか。うん、ほら、はい。そう、ゴミ箱キモい。ちょっと一回サムネ、R さん映ってよ。で、ちょっとやって、そっち流すよ。いいよ。来て来て。みんな待ってて。よいしょ。これ必要。これあんまり意味ないと思うけど。え、これどこ？え？で、これミラーしてるから、あれ。あ、なんか。字幕をする。ちょっと待ってね、皆さん。ちょっと俺は一回枠取ってそっち流して。今慎吾さんの方映ってくるからちょっと待っててね。そんな増えないから、もう一応告知してるから。うん、もうこっちで、あ、719人も来てるもん。お、来たね。
うん、車の中もカバンの中もゴミダメ。そう、正解。いや、穴あるとか舐めません。ね、それどっから来てるの？誰が言ってんの？そういうの。椅子、椅子な。ぐだってるっていうか、ずっとぐだってるよ。だってもう垂れ流しだもん。え、来て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 。ステーカーの目、ステーカーの目。ありがとう、くれないマッチョさん、ありがとう。大花火きた、大花火ありがとう。きた、アルサ嬉しい。アルサ、え、ちょっと待ってて、ちょっとこっち見てて。今来たよ、やって。俺のいつものやつ。え、これ映ってないの？え、いや、まあ、まだ映ってないよ。私なるべく、ちょっとパンチやめてね、パンチ。だってこれ、ほら、これ大丈夫？いや、なんか分かんない、パンだから怖い。もう上から嘘。うん。15分から20分ぐらい撮るか、うん、いくよ、じゃあ。しまった。お、音やって。ヤッホー、びっくりした、なんだ。オッケー、来ましたかね、皆さん。一言コメント書いておこう。はい、ただいま。ヤッホーね。そう、じゃあお互い離れ離れで、あっちはあっちで、ああいうふうにやってます。そんなパターン。あの、いろんな配信者見たら、シンゴがめちゃくちゃまともに。こっちはちょっと静かにやってよっか。びっくりした。え、ないない、どうしたんだ。え、大丈夫大丈夫。なんかあった？こっちは小さい声で普通に喋ってるから。じゃあ、面白かった。でもね、みんなが思うほど本当優しいんですよ、しんごさん。もっと言って、それ。でも分かるでしょ、見てると。みんな心配してるけどさ、うん、え、しんごさんに喋ってないよ、みんなと喋ってる。あ、そうなの。そう、あのさ、ね、レイメンさんって人、 R さんね、40、41、42、43って、なんで毎日年が上がっていくの？ちょっと一日で一年取るの。なぜか毎日上がっていく。ありかちゃん、いらっしゃい、元気だよ。え、すんごとお友達として付き合っているよ。部屋広いから一緒に来てるけど別居できる。でも分かんないじゃん、そう、別居できる。今はお友達だけど、分かんない、将来もしかしたら結婚するかもしれない。めっちゃ別居できるよ、だってさ。仕方された。え、なに、私に言ってたの？仕方されたわ。あ、いいよ、黎明さん、それはもう気にしないで。ツバニャンは何でも言うから、こっちは相手してないよ。ね、勝手に言っててっていう感じ。あ、ハッチクにいらっしゃい、こんばんは。ヒカキンの部屋みたい、確かに。ちょっとなんかヒカキンの部屋っぽいよ、ね。ヨシエさんは家で留守番。そう。だってほんと広いよ、めちゃくちゃ。やばいね。だってさ、ね、私これぐらい離れてて、離れて配信しててもいいんだよ。シンゴの頭の中はアルさんでいっぱい。シンゴあり。だから今日は私、隣にベッドルームがあるんで、ここに寝てもらう、シンゴ。で、こっちにね、キッチンがあったよ。将来がさ、配信業で成功して、一緒にこういうとこ住んで、二人でここで YouTuber みたいな。なんか一人で喋ってるよ。そう、キッチンもあるの。どう？ね、すごいね。ちょっと、まあ、どっちにしろバレるかもしれない。あれ、これなんで？カーテンこうなってる。アールさんの枠でなんかいろいろ今ね、部屋を紹介してる。そして、こっちに誰かがいて。そして、こっちに。なんか俺がいろいろ映してるね、今日ご飯ね、作れたね。アールさん、ここからなんか。そう、そして、まあ、こっちは普通に鏡ね。で、こっちもこういうベッドルームね。ベッドルームっていうか、お風呂、普通のお風呂じゃん。で、プラス温泉もあるの、大浴場もあるんだよ。で、こっちがなんだろう、シャワールームか。うん、